ハレルヤ、ありがとうございます。今日私はルカによる福音書18章、18節から30節の御言葉を通して、誠のキリスト教とは何か、誠のキリスト教とは何かという題名で御言葉を語りたいと思います。皆さん、この質問を聞くと、えー、何と答えるでしょうか多くの神学者たち、牧会者たちは、 このキリスト教の本質に対する質問に,ロー,マにローマ人への手紙に記録されていることを語りますローマ人への手紙を見ると分かりますけれども教理についてとても複雑に記録されていますこのローマ書を見るとですねとても難しく思うことがあるんですけれども 私たちの教会を設立されたパク・アブラハム牧師先生はキリスト教のこの本質についてローマ書ではなくルカによる福音書18章に記録されているこの御言葉を通して答えられました今日の本文を見ると金持ちの青年について記録されていますよねまたマタインによる福音書19章にも記録されていますし マルコ、10章、17節から30節にも一緒に記録されています。同じ内容が3箇所に記録されているわけですよね。この3箇所の内容を見てみると、少しずつ違いはありますけれども、同じ内容を記録しています。ある金持ちがイエス様の前に来て質問しましたよね。イエスよと。 私がどうすれば永遠の命を得ることはできますかと語りました。そうすると、なぜ、えー、私を良き死というのかと、なぜ私を良き者というのかと、神一人のほかには良い者はいないと語られましたね。イエス様の答えを見ると、えー、この答えに集中しなければいけません。この意味は何かというと、人間の中には良い者は一人もいないということですよね。 人間には良いものは一人もいないとあ,るあらゆる場所に聖書箇所を見ると人間は堕落したために良いものはいないと語っていますよねではこの言葉の意味は何でしょうかこれはイエス・キリストを人間として考えるならば良きものとして呼ぶことはできないということですしかしこの青年はですね 良き先生として質問しているわけです。イエス様に対する内容は聞いたことはあっても、イエス様について正確に悟ってはいないわけですよね。もしあなたが神の息子として、キリストとして、神様ご自身としてイエス様を信じたならば、良き先生と語られることはなかっただろうと言いました。人であるのならば、良いということもできませんしまた、 神様だと信じるならば先生ということはできません。ですから信じることもしないのに、信じることもしていないのに、信じるふりをするなと語っているわけですよね。信じるふりをするなと。私について正確に悟ってから来なさいと語っているわけです。イエス様はこの青年に語られましたよね。 この青年が行う3つの行動について見て驚かれました。この人はとてもすごい働きをした人でありました。まず1つ目はひざまずいたわけです。今日本文を見ると役人と書いていますよね役人。この人は役人ですから。 権威のあるものでありまた金持ちなわけですよねですから服装もしっかりとしたき綺麗いな、えー、そういう服を着たと、えー、考えることができますしかしその当時その道端にひざまずいてイエス様の前にその身を低める姿を見て驚かれましたよね そして次に、この青年は、今の世の中ではなく、これから来る世の中。ですから、来世について、次の世について聞いているわけです。今この世の中で、どのようにして金持ちになろうかと、どのようにして楽しく、また楽に暮らすことができるだろうかと。 どのようにすればこの世で祝福を受けることができるのかということを聞くのではなかったわけですよね。そういうのではなく次の世について、この世ではなく次の世界について語っているわけです。永遠の命について聞いているわけですよね。どうすれば永遠の命を得ることができますかと。そして3つ目が、イエス様を驚かせたこの行動というものは、 えー、若い時から幼い時から、えー、この戒しめを守っていたということです神様の御言葉を幼い頃時からしっかりと御言葉を守り続けてきたということなんですねこのようにイエス様を驚かせましたイエス様はその人を詳しく えー、見たと語っていますまた、マルコ10章22節を見ると、その青年を愛されたと語っています。愛されたとですから、愛しているため、えー、イエス様がこの正確にこの青年に向かってその答えを語られたわけですよね。 それは一つ、あなたに一つ足りないことがあると語られました。すべての御言葉を守ってきたけれども、一つ足りないことがあると語られたわけですよね。その青年に向かって何にを言われたのかというと、キリストの本質、キリストの今日の本質について語られたわけです。今日、私はそれを3つに分けて見てみたいと思います。まず大きな1番目です。 表面的なキリスト教があります。表面的なキリスト教。表面的なキリスト教には救いがありません。表面的なキリスト教というものはどういうものかというと、ただ外見だけクリスチャンのようにして歩く人を意味しています。その中には信仰がないわけです。実りがない、そういうクリスチャンがいるということなんですね。こういうキリスト教というものは、 御言葉を立法として考えて、その御言葉を守ればただいいんだという、そういう規則的なルールとして考える人がいるわけです。そういう表面的なキリスト教には愛がないわけですよね。また、御言葉の中心である神様の霊がありません。 旧約の立法をいくら守ったとしても、キリストの愛の立法を完成することはできません。例えば、殺人するなと十戒回の中にありますよね。しかし、新約に来て見てみると、兄弟を憎む者は皆殺人する者だと語っています。第1ヨハネ3章15節に記録されています。ですから、 私は殺人していませんと言ったとしても、兄弟を憎む者は、人を憎む者は、もうすでに殺人しているのと同じだと語られたわけです。また、寛因してはならないと語られましたよね。寛因してはならないと。しかし、女を見てみだらな考えをする者は、もうすでに寛因していると、イエス様はまたイ5章28節で記録語られています。 表面的なキリスト教はこのような御言葉を守ることはできません。ですから、一つ足りないものがあると今日の本文で語られました。その一つ足りないものというものが本当に致命的なものだったわけですよね。キリスト教では立法一つを守らないことがすべての立法を守らないのと同じだと語られました。その御言葉がヤコブン の手紙がありますよねでは、救いを受けることができる人はどこにいますかと、えー、質問する人がいるでしょう。立法を1つ守れなかったならば、もうそれが罪であるならば、どうやって救い,に得ること救いを得ることができますかと。しかし、イエス様はこう語られています。私たちの人間の力ではできませんと。としかし、 見言葉を信じてイエス・キリストを信じれば不可能なことはないと語られたわけです。イエス・キリストを信じれば見言葉を聞き、信じて精霊を受ければその人は中身から全て変化さしてくださるということを語っています。私たちを新たにしてくださるわけです。新たな人に変えてくださるわけですよね。ですから人間の力ではできませんけれども 神様が私たちをそのように作ってくださると、そのように変えてくださるということで、それが福音のポイントなわけです。しかし、表面的なキリスト教はそういう内容がありません。ただ立法を守ればいいと、ただ外見的に守ればいいんだということを考えるわけですよね。しかし、真のキリスト教というものは、そういう体験を通して、 私はできないけれども神様が私を変えてくださるというそういうものを体験して神様を信じることになるわけです。ですから全てが神様の恵みなんだということをしっかりと信じてその御言葉をつかんで歩まなければいけないわけです。2番目に「教理的な方面から見たキリスト教」があります。「教理的な方面から見たキリスト教」。 教理というものは何ですかキリスト教で教えるその教え聖書の御言葉のことを意味していますよね。今日のこの青年は一つ足りないものがあると語られましたけれども、この主に質問したこの質問の内容は革新的なものを質問した内容でしたよね。何を質問しましたか どうすれば永遠の命を得ることができますかと語りました。語りましたよね。この質問の中に、キリスト教の本質が秘められています。聖書はこれに対して何と語っていますかそれを今日見てみたいと思います。まず一つ目に、知ることが永遠の命です。知ること。ヨハネ10章 ヨハネ17章3節を見ると永遠の命とは唯一のとの神でいますあなたとまたあなたに使わされたイエス・キリストとを知ることであると語られましたヨハネ17章3節に知ることが重要なわけです知らなければ信じることはできません何も知らないのに信じなさいといえば信じることはできますか信じるためにはまず知らなければいけません ここで知るという単語がギリシャ語でキノスコという単語です。ギリシャ語でキノスコ。その意味は体験的な知識を意味しています。体験的に知ること。例えば夫婦の関係をするときに用いられる単語がこのキノスコです。夫婦がお互いに会う知,り知ることができるように イエス・キリストを私たちはしっかりと知らなければいけないということです。親密にそのイエス・キリストについて知らなければならないということを意味しているんですね。ですから頭の中で知識的に知ることではありません。人,をです、ね、人に出会って、そして関係を保って、愛し合って、結婚して、そして一生、 共に暮らすように神様をまたイエス・キリストをそのように知っていかなければいけないということを意味しているんですね。もう人間はもう接してみないと分からないと言いますよね。同じです。神様も私たちがどのような方なのかしっかりと知らなければいけないわけです。ではどのようにしてイエス・キリストを知ることはできますかそれは御言葉を通してですね。御言葉を通して私たちはイエス・キリストを知ることはできます。 イエス・キリストというのは、御言葉が肉となって、体となってこられたわけです。御言葉自体がイエス・キリストなんですね。一人のその考え、思想、またすべての内容、性格を文字で残すならば、本で残すならば、それが聖書と同じようなものなんですよね。 イエス・キリストの,その全ての内容をこの聖書に記録されているわけです。御言とと共にするとき、私たちがこの御言葉を私たちのものとして知るときにイエス・キリストについて知ることができます。また祈りを通して、また体験的なそういうものを通して私たちはイエス・キリストをしっかりと、えー、悟らなければいけないわけです。そうするときに私たちはイエス・キリストと 共に出会うことができるわけですよね。先週、節理について見ましたけれども、信仰がなければ偶然なことだと思いますけれども、信仰の目から見ると、すべてが神様が計画され、そして導いてくださるということを悟ることができるわけです。また2番目に、知るほど信じなければいけません。 知っていれば知っているほど信じることはできるわけです。信じることはできる信じなければいけないわけですよね。イエスキリストを信じる目的がし知ることなわけ。あ知る目的が信じることなわけです。ヨハネ20章31節を見ると。ヨハネ20章31節に。 これらのことを書いたのはあなた方がイエスは神の子キリストであると信じるためでありまたイエスの何よって命を得るためであると語っていますよねイエス様についてこれらのことを書いたのはと聖書の御言葉を記録した理由はこれを通してイエスキリストを悟り信じそして永遠の命を得るためであると神様ご自身がこの世に来られて イエス・キリストを信じるためであると。その信じた信仰を通して命を得るために私たちにこの聖書を与えられたと語っています。永遠の命を得ることというものは、御言葉を通してイエス・キリストを信じ、悟って信じて、歩む時に私たちに与えられると記録されているわけですね。ですから、エペソー4章13節を見ると、 私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の位置と、また彼を知る知識の位置とに到達して、またきものとならなければいけないと語っています。それがキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためであると。エペソー4章13節に記録されていますよね。神の子を信じることと知る知識が一致しなければなりません。 知る,知るほど信じなければいけませんし、信じるならばそのように知らなければいけないわけですよね。キリストのその道満道ち満ちた徳の高さに至るまで、至らなければいけないと。キリストの満ち満ちた徳の高さとは何ですかイエス・キリストのようになることです。イエス・キリストのように。イエス・キリストは知るほど、信じるほど、その通りに実行される方です。実行すること。 皆さんよく考えてみてください。イエス様がですね、あの地にいて、人間のために十字架の苦難を受けて死んで、血を流さなければ救いを、えー、与えることはできないと。それを知りながらも、十字架はもう死にたくないと。痛いから嫌だと。いて逃げたらどうなりますか、うん、救いはないわけですよね。人間も同じです。 私たちも頭の中では知っているわけですよね。これが正しい道だと。しかし、それは苦痛であり、苦難であり、大変だからといって逃げていくわけです。楽な方向へと逃げていくわけですよね。しかし、信仰生活はそうでなってはいけないということです。信じるということは、大変だけれども、苦しいけれども、それを実践することが信仰です。それが犠牲なわけです。犠牲。 イエス・キリストはその犠牲を私たちに見せてくださいました。表されたわけです。そして3つ目に、信じて知るほど実践することがまことのキリスト教だと語られています。知って信じるほど実践することがまことのキリスト教です。私たちが1つの御言葉を悟ったならば、その1つの御言葉を信じて、その信じた その見言葉をその通り実行することが必要なわけです。ヤコブ一章二十五節を見ると何と書いていますかこれに反して完全な自由の立法を一心に見つめていた見つめて絶え間ない人は聞き入れて忘れてしまう人ではなくて実際に行う人であると。行いによって祝福されると、ヤコブ一章二十五節に記録されています。行いによって祝福される。 私たちは信仰によって救いを受けます。しかし、救いを受けますけれども、行いによって祝福を受けるわけです。この福音の御言葉、この救世主の御言葉を私たちが聞いたならば、実行するものにならなければいけないと語っているわけですよね。イエス様は、実践することについて、岩の上に家を建てるものだと語られました。 また実践しないものは砂の上に家を建てるものだと比喩されました。ですから、また7章24節に、私のこれらの言葉を聞いて行うものを、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができると語っていますよね。しかし26節を見ると、私のこれらの言葉を聞いても行わないものは、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができると語っています。 このように私たちはイエス・キリストを見言葉を通して知り、そして信じたならば、行いによって表さなければいけないということです。では私たちはどのようにしてイエス・キリストを知るべきでしょうかそれがマタイ16章、13節から19節に記録されています。イエス様は弟子たちに語られましたよね。 私を人々は誰だと言っているのかと言うと、ある人々はバプテスマのヨハネだと、またある人はエリアだと言い、またある人はエレミアみたいな預言者だという人もいますと言いました。人々はイエス・キリストに対してえあらゆるえ形で語りましたよね。イエス・キリストをキリストをですね。 人として見ていたわけです。預言者のうちの一人として。今日の本文の青年も同じです。このような考えを持っていたわけです。イエス・キリストを素晴らしい先生として、良い先生と、だから語ったわけですよね。しかし、イエス様は私たちに、あなた方は私を何と、誰と言うのかと、どう考えているのかと聞かれました。 それがマタイ16章15節にありますよね。その時、ペテロが答えました。これは、あなたこそ生ける神の子キリストですと語りましたよね。あなたこそ生ける神の子キリストですと。このようなペテロの告白を、神本主義的なキリスト感だと言います。神本的。まことのキリスト教の本質ですね。イエスキリストを神様ご自身と信じること。 見言葉を神様ご自身と考えることを意味しています。それで、マタイによる福音書16章17節を見ると、シモンに向かってやりましたよね。バルヨナシモン、あなたは幸いであるとあ。あなたにこのことを表したのは、天にいます私の父だと語られましたよね。このように信じれば、あなたは救われると。祝福を受けると語られたわけです。これはあなたが 自分で悟ったのではなく神様が父なる神様があなた方に教えてくださったのだと悟らせてくださったのだと語っています。ですから私たちも神様から悟らせていただけなければいけません。私たちに信仰がないと思うならば祈,祈ってください。そして神様からその悟りが与えられるように 祈らなけければいけませんそうすれば皆さんに祝福が与えられまた信じるその信仰が与えられますキリスト教の誠の本質を私たちは悟ることになるでしょうですから御言葉が肉となって体となってこの世に来られたイエスキリストを信じて歩む時にそれが誠のキリスト教の姿であることを意味しているわけです イエス・キリストをこのように知って信じるならばそのように歩まなければいけません。しかしこの金持ちの青年に足りないことがえ現れましたよね。イエス様はこう語られました。あなたが持っているものをすべて売り払って貧しい人々に施しなさい。そしてから私に従いなさいと語られましたよね。その時聖書はどうしましたかこの青年には、え。ー 財産さんが多くもあったため、この言葉を聞いて顔を曇らせたと、悲しみながら立ち去ったと語っていますよね。結局、イエス様の前にまた戻ってくることはありませんでした。これは、犠牲なくしては、イエス・キリストの弟子になることはできないことを意味しています。皆さん、私たちに今すべて持っているものを捨てなさいと言っているわけではありません。イエス・キリストの御言葉は、 イエス・キリストを信じて歩むためには犠牲が必要だということを意味しているわけです。弟子たちも犠牲を払って、支払って、神様の前に歩んだわけですよね。自分の職業を捨てたり、またあらゆる人に指を刺さ,され、迫害を受けながらもイエス・キリストのために、神様のために働いたわけです。犠牲を支払ったわけですよね。 このような青年も一つ足りないものがあるとそれが愛であると語っていますよね愛であるとこの人には愛がありませんでした愛を教えるためにこの御言葉を全て売り払って貧しい人々に施しなさいと語られたわけですその愛がマタイ22章37節から39節に記録されている御言葉です ある立法学者がイエス・キリストについて語りましたよね。立法の中でどの戒めが一番大切なのですかと語りました。十0回の中で一番重要なのが何かと聞いたわけですよね。すると、イエス様は2つに要約されたわけですよね。マタイ22章37節を見ると、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよと。 これが一番大切な第一の今しめである。また第二もこれと同様であると自分の。自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいと語られましたよね。この二つの今しめに立法全体と預言者とがかかっていると語っています。イエス様はこのすべての立法を二つの愛について要約されたわけです。神様を愛すること、また隣人を愛すること。 これがキリスト教の本質だということです。大きな3つ目です。実践的なキリスト教があります。実践的なキリスト教。実践するクリスチャン。イエス様はその青年に向かって、あなたは戒めをすべて知っているだろうと言いながら、10回の中で何,何個かを語られましたよね。 その戒めを見てみると、勘違するな、7, 7番目のか戒めですね、また殺人するなと、6番目、また、えー、盗むなと、8番目の戒め、また嘘をつくなと、9番目、そしてあなたの、えー、両親を敬いなさいと語られましたよね。えー、ですから、5番目から10番目のこの 戒しめは人と人との関係の戒しめを意味しています。人間的な、対人的な戒しめを意味しているわけですよね。そのような戒しめをこの青年に語られたわけです。しかし、5番目から10番目の内容を見ると、隣人を自分の体のように愛することを意味されているわけです。ですから、 イエス・キリストはこの青年に向かって、あなたは隣人を本当に愛しているのかと語られていることなんですね。キリスト教は実践する宗教です、実践する宗教。いくら深い御言葉を悟ったとしても、それを実践しなければ、聖書ではその御言葉は、えー、何も意味がないんだと語っているわけですよね。 御言葉を実践することによって実践することについても順序があることをまた示しています。実践するためにも順序があります。それは神様を愛することがまず先であるということです。神様を愛すること。その次に隣人を愛することが必要だと語られましたよね。ですから表面的なキリスト教クリスチャンは神様の愛を捨てて隣人だけを愛する。 そういうことを強調する教会があります。社会的なことを正義を表しながら愛を施すけれども、見言葉について知ろうとはしません。しかしそれは間違っていると語っています。またその反対側にある教会は神様の愛だけを強調しながら隣人を愛さない教会もあります。それをまた間違ったと。 間違っているキリスト教であると語っています。使徒行伝十章を見ると、違法人の中でコルネリオという人がいました。神様をもともと信じる人ではありませんでした。しかし、この人は施しを多く行って、神様に覚えられたものであると記録されていますね。使徒行伝十章四節を見ると、えー、コルネリオが ああ言いましたね。主よと。何でございますかと言った。すると見つかえが言った。あなたの祈りや施しは神の御前に届いて覚えられていると語られています。コルネリオという人のその祈りと施しが神様の御前に届いたと。そして神様がそのコルネリオを覚えておられたと。そして中章をずっと読まれると、ペテロを送ってですね、御言葉を悟らせ。 精霊を与えて結局はイエス・キリストを信じて救いを受けるそういう過程にしてくださったわけです。彼の施しが神様の前に届け,た届けられたわけですよね。神様が覚えられる祝福、それが一番大きな祝福のうちの一つです。創世記8章1節を見ると神様はノアを覚えられましたよね。ノアを覚えて ノアを心に留めて救いを与えられました。また、出エジプト記2章を見ても、エジプトで苦労しているイスラエルの人々を見て、覚えて、また、アブラハムとイサクとヤコ,ブをヤコブと結ばれたその契約を覚えて、彼らをエジプトから出してくださいましたよね。私たちも神様が覚えてくださるならば、健康であれ、信仰生活であれ、また、職場、 家庭においてどんなような問題も解決されると語られました。ケンロボク先生、いつも語られましたよね。私たちの子供たちを24時間見ていることはできないだろうと。しかし、神様が覚えてくれるならば、私たちの子供たちは成功すると、祝福を受けると語られました。ですから私たちはこのように、 実践する信徒、実行する信徒にならなければいけません。そうするときに、私たちの,その行動が神様の前に覚えられるものとなって、私たちを顧みてくださり、私たちに祝福の道が開かれるということを語っておられるわけです。ヤコブ2章14節から17節を見ると、私の兄弟たち、ある人が自分には信仰があると称していても、もし行いがなかったら何の役に立つかと。 その信仰は彼を救うことができるかと。また、ある兄弟、または姉妹が裸でいて、その日の食物にもことを書いている場合、あなた方のうち誰かが安らかに生きなさい、温まって食べ歩きなさいというだけで、その体に必要なものを何一つ与えなかったとしたら、何の役に立つかと。信仰もそれと同様に、行いを伴わなければ、それは死んだものであると語られましたよね。 皆さん、いくら温かい言葉で安らかに行けと、また食べてくださいと言ったとしても、必要なものを与えなければそれは意味がないわけです。行いが伴わない信仰は死んだものなわけですよね。またイエス様は最後の審判について,るついて語られた例えを見ても、どのような信仰によって隣人を愛するべきかを語られましたよね。 また25章、34節から36節を見ると、審判の時に羊を右に、またヤギを左に置くであろうと語られましたよね。羊、右に置かれた羊というものは救いを受ける神道を意味しています。世の初めからあなた方に用意されている御国を受け継ぎなさいと言いながら、35節にあなた方は私が空腹の時に食べさせ、乾いている時に飲ませ、 旅人であった時に宿を貸し裸であった時に着せて病気の時に見回ったからであるとまた、極にいた時に訪ねてくださったからであると右の羊たちが言いましたよねいつ私があなたに病気をしごくにいるのを見てあな,た方のあなたのところに参りましたかといつ私があなたにそのようなことをしましたかと 私はそのようなことをしたことはありませんと語りましたよね。その時40節に語られました。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の,の一人にしたのは、すなわち私にしたのと同じであると、また25章40節に記録,されました記録されています。ですから、イエス・キリストをしっかりと知って、信じて、歩むその基盤の上にですね、 隣人を愛するその愛みが与え行われるときにキリスト教の本質が現れているということを意味しているんですね。まずはイエス・キリストをしっかりと知らなければいけません。そしてしっかりと信じなければいけません。そのような信仰の上にですね、隣人を愛する、そういう実践的な愛みが必要だということです。それがまことのキリスト教だと語っているわけですね。 神様をしっかりと信じながら、神様を愛しながら、隣人も愛すること。それがキリスト教なわけです。ですから、マタイ23章30節から、23節に記録されていますよね。マタイ23章、23節を見ると、発火、イノンド、クミンなどの薬味の十分の一を宮に収めておきながら、立法の中で最も重要な公平と哀れみと忠実を見逃していると。それもしなければならないが、 これも見逃してはならないと。これもしなければならないけれども、あれもしなければならない。両方ともしなければならないと。十分の一献金必ずしなければいけないんだと。しかし、ギリシャ語で見るとですね、公平と、また哀れみと、忠実、この3つもしなければならないと。 これは人間に施すものですよね。ですから、10分の1は信との基本として神様に信仰告白をすることです。その信仰告白は今私に与えられているものが全て神様から与えられたものですと告白することですよね。その10分の1をその中で10分の1を捧げることが信仰告白なわけです。それは神様に捧げるものであり、感謝の。 方法ですよねその10分の1献金を通して私たちもまた祝福を受けるわけです。マラキ三章十節を見るとこの11献金を通して神様を、えー、試してみなさいと語られていますよね。私の,宮,の宮に食物のあるように10分の1全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み私が天の扉を開いて 恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと語られました。マラキ3章10節です。これもしながら、また隣人を愛する、この愛みもしなさいと語っているわけですよね。ですから、キリスト教の本質というものは神様を愛すること、また隣人を愛することであると。イエスキリストをしっかりと知り、信じて愛みながら隣人も愛すること、それがまことのキリスト教だと語っているわけです。 私たちの教会は御言葉を強調する教会です。御言葉に集中する教会ですよね。ですから、聖書の御言葉は神の御言葉だと信じて、深く勉強しながら歩む教会です。イエス・キリストをしっかりと悟るために私たちはこの聖書の御言葉を学ぶわけです。そしてその基盤の上にです、ね、私たちは隣人を愛する、そういう実践的な信仰の 持ち主とならならそれがまことのキリスト教の使命を果たすそういう教会として私たちが立て上げられるべきなんですね。ですから神様を愛すること隣人を愛するそういう信徒として愛む皆さんとなることを願います。また今日の本部のようにルカ18章30節に弟子たちに約束されましたよね。 この世の中でも、この時代でも、いくばの祝福を受け、また来たるべき世では、永遠の命を受ける、そういう祝福を皆さんも受けることを、主の皆をもって祝福いたします。祈ります。愛する父なる神様、感謝いたします。私たちをこのように導いてくださり、主の聖なる手術に神様の前に出てきて、神様の前に礼拝を捧げることができるよう、導かれ心から感謝いたします。今日、 与えられた御言葉を通してキリスト教の本質を実践することができる信徒となしてくださることを感謝いたします神様を愛しまた隣人を愛する信徒となることができるよう導いてくださりこの世の中で祝福を受ける者となることができるよう導いてくださいまた来るべき世でも永遠の命の祝福,祝福を受ける信徒となることができるよう導いてください イエス・キリストを信じる信仰によってお互いに愛し合うことができますように、もっと恵みによって満たされますように、キリストの愛が多くの隣人に与えられるよう祝福してください。すべてをなされることを信じて感謝しイエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン